原始古代宗教の頃から人間の営みのうちの一つにダンスっていうものは存在していたんだと僕は思う。で、それは何かというと、例えば食べる、生殖する、睡眠する、そしてダンスする、人間の営みのうちの一つ、さらにはその本能的な欲求のうちの一つにダンスが存在していた。で、そこから僕たちはそのダンスっていう本能的な欲求をその法律でコントロールされるっていうね、そういう難儀なこう立場に国民が脅かされていいのか。本当に私もそうだったけれども、あの大学だったり就職を機会に東京に出てくる人もたくさんいて、意外とみんなね寂しかったりとかすると思うんで、そういう人たちにこうクラブっていうのは結構その自分の家みたいな感じに必要な場所なんじゃないかなと思ってます。 By 2050 it's expected that almost 40% of the population is going to be over 65, 25% are going to be over 75, and there's going to beSignificant drop in the population of Japan. It's expected to dip under about 100 million. And so this has a number of serious implications. If you want to change the future, you have to change the future. 大声を出すとしますよね。じゃあこの1秒先の未来は変わったじゃないですか。ほらほらほら、はい、磯部君から、はい、9876543321どうぞ。はい、こんばんは。ミューをご覧の皆様、こんばんは。磯部亮と申します。今回は、トーキングアバウト風営法、斉藤さんは特にその前、あのこの議論が始まった最初の方から、まあ、2010年頃ですかね、から積極的に発言されてきたと思うんですが、あのクラブと風営法があの抱える現状の問題点というのを どういうふうに考えていらっしゃる。プエ法というのはいろんなあの日本のエンターテインメントを規制している法律です。一番最初ができたのは、まあ、戦後の混乱期で、まあ、いろんな治安が乱れていて、クラブダンスをさせる場所というのが売春の温床になっているんじゃないかということで、ダンスが規制された。あるいは接待、ダンスといろんな接待をする商売、これを規制するというのが一番最初ですね。The only places that were authorized for public dancing were spaces that had a certain size with no support beams or anything, like totally open space dance floor, in order to be zoned as a building that is authorized for dancing. So we're talking like quite large spaces in a social environment where small spaces are the norm. 今日は撮ってないですね。撮れないですね。クラブに来るお客さんは、まあ、いい音楽が流れて、そこで盛り上がっていれば当然体を動かして、でみんなで踊ってその場を楽しむっていうのは当然するんですけれども、今の日本の法律では警察の許可がないとそれはできないことになってますね。大阪でクラブがたくさんあるアメ村というとこ、アメリカ村というところがあるんですけれども、アメリカ村ので、まあ、喧嘩で人が亡くなってしまうという事件があったんですね。でその事件がきっかけに、事件をきっかけとして、大阪のクラブがこれが一斉摘発を受けるようになるんです。1年間で60数名の逮捕者が出て、20数店舗のお店が摘発を受けて、でかなり多くの店舗が閉店していくということがありましたね。風営法で警察が、あの大阪なんですけど、大阪にあのガンガン、まあ、クラブ潰しじゃないですけど、まあ、
あの来始めた頃にちょうど僕もあのアメ村、アメリカ村ってあるんですけど、そこで、僕が DJ やってる時、一度やっぱり刑事さん来て照明つけられて、それはすごくやっぱり悲しいことで、暴力的なことで、なんかすごくやっぱり悔しい気持ちがありました。もしもし、あ、お疲れ様です。うんうん、あ、オッケー、クイチ君の名前で入れとけば大丈夫。私だけでなくクラブで働いているスタッフはあんまり笛法に関しては触れたくない。今までもみんなそうやってあの触れないようにしていたから、ずっとこう問題は外には出なかった。やっと最近ね、みんながいろいろ活動を始めていろいろ語るようになったけど、それでもやっぱり言えないこともたくさんあるし、今日も私はこうインタビュー答えていても、すごく言葉は選んで答えていると思います。不衛法だけではないと思うんですけど、まあ、やっぱり今クラブシーン、東京のクラブシーン全体的にいい状況とは言えないのかなっていうのは正直思っていて。I think one of the distinguishing features of Japanese society now is it's, I think, the oldest society in the world. By 2050, it's expected that almost 40% of the population is going to be over 65. And so this has a number of serious implications for what the future of this country is going to be like. And also, obviously, in terms of techno, it has a lot of implications.今実際東京はクラブは、クラブで遊んでる人口はやっぱり減ってると思います。若い人のエネルギーみたいなものがないとクラブってそんなには盛り上がらないので、少子化が進んで若い人が少なくなっていくことっていうのは、こういった若者の文化がの未来がどうなるんだろうっていうのはちょっと気にはなります。ラフトは2008年からやってますね。今年でちょうど明日5周年のパーティーがあります。実はあのラフト自体は、明日で最後になっちゃうんですね。まあ5年間やってきて、あの始めていた時メンバーのみんなにすごくこういろいろな変化がやっぱりあって、一番大きいのはやっぱり結婚、あとは子供が生まれる、出産があって、高齢化社会の影響は確実にあると思います。でやはり子供たちというか、その若い人たちが減るっていうのは、僕らがいるこのシーンの中ですごく致命的なことだと思っているんですけど、そこについてはもう一人一人の日本人が頑張ってたくさん子供を産んでくださいっていうことでしかないのかな。僕もそうなれるように頑張ります。In terms of trying to innovate in the scene, I mean, I think without doubt, Yukawa-san and Domyun, this is the most important thing going on. Like, Yukawa is really one of the most impressive people I've come across, just, I mean, not just in music, I mean, just full stop. I mean, he's completely, completely crazy, but he's also a genius.ドミュンは東京の渋谷にあるスタジオ兼チャンネルなんですよね、ライブストリーミングので。それで、ストリーミングは全世界に向けて開放してるんですけど、リアルタイムでスタジオには現場があって、その現場を、ビューアーが自宅で垣間見る形でライブストリーミングを、月曜日から木曜日、つまりは週4日トークプログラム2時間、そしてその後、ライブプログラムを
3時間毎日配信してる、チャンネルです。ドミュン側のメッセージっていうのはこうなんだろう、編集長のこう意図をね、あの無理やりビューアーの側に押し付けるんではなく、もうちょっとフラットの立場に自分たちはいて、あの様々な有識者の人たちに登壇いただいて、それを番組化して世に伝え広めるっていうのが僕たちの風営法に対してのアクションなんですよ。Nakao is not doing it for money and he's not doing it for his 15%. I mean, Nakao is doing it because he cares and he cares about the scene. And there are not many people here who are really so selfless. He really cares about the scene and what he does is about building the scene. It's about building the artists here, about making things better. And he's one of the only people that thinks that way. And that's what's really important about him for me. 一つ重要になってくるのは、漫画家の、日本の著名な特殊漫画家に根本隆さんっていう人がいるんですけど、その根本隆さんが、放った格言で、最もアンダーグラウンドのアーティストにとってね、重要なメッセージがあるんですけど、その格言はでもやるんだよ、でもやるんだよの発想って素晴らしいと思うんですね。何かというと、勝算が見えない未来に対して一歩を踏み入れていく、うん、その何でしょうね、意志の力、うんうん、その執念みたいなものを、勝算がもし見えなかったとしても現実を変えていく一歩を踏み出せるっていう勇気を与えてくれる格言だと思うんですよ。東京のシーンの良いところいくつか挙げてください。いろいろなあの地域の人、いろいろな職種の人が一つの場所に集まって、で単純にやっぱりそこから新しい仕事のアイディアだったり、あのそれこそクリエイティブ、あの曲を作ろうとか、そういった場面があまり想定できないのがクラブだとやっぱり普通に必要的に起こりうる。本当に私もそうだったけれども、あの大学だったり就職を機会に東京に出てくる人もたくさんいて、意外とみんなね寂しかったりとかすると思うんで、そういう人たちにこうクラブっていうのは結構その自分の家みたいな感じに必要な場所なんじゃないかなと思ってます。デビッド・マンキューソがロフトを作った時に、まあ、同じようなことを言っていて、彼は孤児院出身で、孤児院で、まあ、いろんなバックグラウンドを持った人たちが集まって音楽を聴いてたっていうのが原体験になっているんですけれども、クラブにはあまり興味のない人たちからはこのシーンはどう受け止められているのでしょうか。政治家やその他の大衆によって誤解されていることなどはありませんかというものそれがテレビを通じてメディアを通じてクラブ出てくるのは、例えば今日クラブが摘発されました、うん、そしてまたそこにいろんな暴力事件が出てきました、うん、そして最終的にはドラッグの問題が出てきました、うん、という話になっちゃうと、まあ、クラブって怖いところなのねというイメージを持たれる方が多い。昔の戦争の時みたいに国民を押さえつけようとしている、それをすごく感じていて、しかも国民は、日本人は昔からそうなんだけど、上が言うことはそうだと思ってしまう国民性があるんですよね。 The Japanese elite are all very socially conservative and they wouldn't be able to differentiate clubs where you haveElectronic music playing and the focus being on the music itself, as opposed to clubs which are basically just pick up joints or something like this. These are all in the same box. クラブが営業できない状況になることがすごく多くなってきてて、メディアもクラブは悪いところっていうのをすごいニュースで悪いところだけを持ってきて、クラブは悪い、国民をみんな洗脳しようとしてるから。ここは渋谷の繁華街から少し離れたところにある
ここの下に行くとテコの方の道になります。ここから下につながっていくんですけど、これは開催できなかったパーティーのポスターです。思い出は非常にたくさん思い出がありますね。やっぱりとても、まあ、今の時期になってすごい感慨深く思ってます。ここがセコバーの、まあ、まさにセコバーたる部分のバーなんですけど、でここに、まあ、お客さんが並んでお酒を買った形になるんですが、今ではもうまあお酒の減りも止まってしまってちょっと見るとこう寂しい感じではあるんですが、悲しんでくれる人、残念がってくれる人、まあ、大変多かったし、やっぱり実際のまあすごく濃いつながりがあるので、取り締まりはされてないんですけど、他のクラブの摘発を受けてリスクヘッジとしてそういう対策を取ったって形ですね。まあ、あとはリカルド、リカルドやばかったね。リカルドのアフター、ね、あれはすごいうちらしかったというか、うちでしか見せられないリカルドだったと思うし、あと俺がまあヤクザにぶっ飛ばされてなんか覚えやすさ投げてくるから、覚えやすさ投げてくるね。いや、思い出すと投げてくるのは殺されそうになってる。だったら、じゃあ風営法が原因で亡くなるんだったら、じゃあ風営法を、変えるのか、それとも僕らが変わっていくのか、そういう部分を考えられる、タイミングができて、そこは、日本の市にとっても、そういうことが、きっかけになればすごくいいなっていうふうに思ってます。あまり北の方に行かないと私はやっぱり風営法はもう変えるべき時に来ていると思います。それは今の時代にそぐわない、いろんな、ね、人たちが頑張って府営法を変えるために動いてくれてるんで、法律をが法律としてあって、それに対してやっぱりこうある程度変えていかなくちゃいけないというモチベーション、またはそういう雰囲気を作っていくためには、やっぱそれで弊害を受けている人たちが声を上げていかなくちゃいけないわけですよ。レッツダンスというムーブメントが1年くらい前にあったんですけれども、まあ、風営法がおかしいというふうにクラブユーザー、アーティストが中心になって署名活動ですね、法律を改正してほしいという、署名を集めて、で国会議員に提出するという市民運動がありましたね。京都市役所の壁にプロジェクションマッピングをして、まあ、アーティストが映像を流して、で DJ がダンスミュージックを流して、そこの京都市役所の前をダンスフロアにする、でちょっと風営法に対しての問題提起をするっていうアートパフォーマンスですね。もしクラブミュージック、ダンス文化自体が日本においてなんだろう、クオリティの高い文化、すごくこういい文化として、世間が捉えているならば、風営法自体はもっと前からなくなっているはずだし、まあ、なかなかこう制度改定を迫るには厳しい環境にあるかなと思いますよね、正直申し上げると、ただ私として思うのは、風営法ってやっぱり変わっていかなきゃいけない法律なんですよ。これはもう大前提です、警察庁は変えたくないというこう方向でずっと来てるのは分かるんですが、風営法の一番根本である風俗、善良なる風俗ってなんやねんっていう話っていうのは時代とともに変わっていくものなんです。A big part of the, like, the Let's Dance movement has really been about kind of representing dancers and dance culture as moral, as upright, as just people who just want to, you know, express their bodies. And we aren't those immoral bad people who are doing, you know what I mean? Like, just write us out of the Fuejo code. That's what we're asking. We're just like,
good middle class people trying to just get our dance on. Here's Club Asia, and then you have like a sex hotel right across the street. And then we can just go for a walk down this way, I think, and we'll get to Woom as well. These are kind of like, you know, the high power clubs. And you can see it's like right between love hotels and things. Fueho and Fuzoku translates as the morality code. And it's basically a much broader scope of legislation that affects what spaces are available for what kinds of work, including sex work, dance, etc. Safe and secure, you know, this is basically like a place that is like advertising the fact that it's conforming to Fueho code. It's, you know, it's a legitimate, legally authorized business. In addition to the whole kind of anti-dancing crackdown, for a kind of 10 years before that, there has been increasing restrictions on sex work in Japan. And what that means is that you get a lot more independent sex workers. As a result, then you have a lot more instances of violence against sex workers because they're going alone without any sort of monitoring assistance or supervision or anything. So all of this has been kind of leading to an environment where sex workers are at increasing risk of violence and attack. And this has been going on well before the Fueho crackdowns on clubs. The fact that that is left out of the conversation entirely is, for me, the crisis. My fear is that in opening up the law simply to extract dance from it and then to sign it shut again, it becomes incredibly hard for the people who are still left under the control of the Fueho to once again open it up, because the politicians would be, hey, look, we just opened this up. You guys are just screwed now. That, for me, is just something that is like too tragic to go unmentioned. ぐらいだったと思うんですけれども、日本経済再生本部の会議に呼んでいただいて、でまあダンスの営業、まあ、本当にそれはクラブに限られずに、まあ、良質な音楽をちゃんと街に落とし込んで、でまあ、文化都市として外国人が来ても楽しめるようなところに街を作り上げていきたいんだ。で、それはクラブはとても重要なコンテンツだし。この辺りは本当に渋谷とか新宿とかに比べると本当に住宅街で何もないんですけど、まあこの銭湯とかがすごい、もう50年ぐらいやってるのかな、昔からあって、まあ地域に密着したエリアですね、人々の生活と一緒にやって、でこの銭湯の下にクラブがあるっていうのも、まあ、あんまりないことだから面白いかなと思って、まあ、住宅街だから周りともいろいろ付き合いもあるし、そういう昔ながらの感じもあるから、そういうところに溶け込めればいいな。この銭湯さんと連動して銭湯の割引券を出したりとか。もう一つはどん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 地下に潜っていって、で、まあ、スープのような場所がどんどん増えていって、そういう場所は最近すごい増えてるなって思います。スープだとかそういう小さい場所っていうのは、まあ、あんまりお客さんとかたくさん来るわけでもないし、まあ、そういう意味ではすごくグレーな部分ではあるんだけども、大きなクラブよりはその法律的にどうこうっていう危なっかしいとかそういうことはあまり感じないで、自由にそのパーティーをできる。自分にとってはすごく大事なもんだし、やっぱそのクラブがないと
繋がれなかったし、今からドミューンに、プレイしに、ドミューンも基本的には平日で、週末はもうクラブに行けっていうコンセプトで、なんか平日そのそういうアンダーグラウンドミュージックだったりいろんな音楽に、まあ、宇川さんがやってるプログラムなんですけど、一つ大きなことはドメスティックアーティストの成長が一つ絶対に必要だと思っています。それは例えばリカルド・ヴィラロボスが日本人だったらみんなクラブ好きになるんじゃないですか。未来っていうのは20年後にそのこの笛法によってあのダンスミュージックの何が変わってるかってことじゃなくて、この瞬間、この瞬間をどう変えていくかしかない。だから現在を変えていこうってエネルギーがあれば未来は変わっていくわけで、つまりは現在何を動いていくのか、だからこそ今ドミューンは動いてるわけで、なのでどの時代がいいってノスタルジックにこう回想するつもりは全くなく、いつがいいのかって言ったら今この時代がいいとしか言えなくて、で僕は黎明期から本当にアンダーグラウンドの住人だったし、暗闇の中でダンスをし続けた、観客の一人だったんだと思うんですよね。オーディエンスの一人だったんだと思うんですけど、そういう筋金入りの多分三十数年あの地下に潜った、地中の住人から言わせてもらえれば、やっぱりこの瞬間が素晴らしいとしか言いようがないと。だからいつの時代も良かったし、その恩恵を、受け継いで、でさらには突然変異を起こしながら、さらには覚醒遺伝を起こしながら現在のクラブっていうフロアが成立してるんだと思うんですよね。